さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、大人気イプサのスキンケアをライン使いしてみたということでやっていきたいと思います。特に SNS なんですけれども、美容の情報が本当に多すぎてスキンケア迷子になってしまう方が結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。で、今日の動画はそんな方にぜひ見ていただきたい内容となっています。っていうのも、スキンケアは特に人それぞれもう正解が違いすぎて本当に難しいと思っています。で、今回紹介するイプサのスキンケアっていうのが、自分の肌の状態をカウンセリングして、その今の自分に合ったものを選んでくるっていうシステムになっているので、そういう迷子の方とかぜひ選択肢の一つとして知っていただければ嬉しいです。はい、それでは早速スタート。ということで、まずカウンセリングから行きたいと思います。で、カウンセリングっていうのが実はオンラインでできるようになっていて、ちょっと一緒にこれ見ながら皆さんとやっていきたいと思います。日中の頬の状態について教えてください。私はね、乾燥はそんなに今の時期はしていないので、乾燥しないし、油っぽさもかといって頬は出ていないので、こんな感じで決めたいと思います。いつもお使いの化粧品は敏感肌用化粧品ですか？違うので、いいえ。お手入れについてのご要望。まあ要望だけ言うのであれば、両方とも欲しいので両方ともチェックしました。一番の悩み、やっぱり毛穴ですかね。毛穴の目立ち、一番は T ゾーンなので T ゾーンにチェックをします。2番目はやっぱりテカリが気になるので、テカリにチェックをして、場所はやっぱりこれも T ゾーンですね。まあ鼻というよりかはおでこがメインなんですけど、 T ゾーンにしておきます。頻繁にじゃないんですけど、結構細かく見えないニキビができたりするので、ニキビにチェックをしました。気になる環境、エアコン、不規則な食事、睡眠不足、まあ意外と寝てますけど、この3つですかね。普段お使いのアイテムを教えてください。こんな感じですかね。年齢は20代の後半。はい、そうするとこんな感じで結果が出てきます。もともと持ってる皮脂の分泌能力だったりとか、あと水分をどれだけ肌に閉じ込めておけるかとか、4つの段階で結果を見せてくれます。でもこれが1つの結果なんですけれども、何のためにこれをやったかというと、これをもとにイプサの中から私に合ったスキンケアを紹介するために今のカウンセリングを受けました。はい、そして私に何がおすすめだったかっていうのを一部抜粋してご紹介するとこんな感じになっています。で、この中で特に注目していただきたい商品があるんですけど、それがこの ME っていうアイテムです。これがまず何かっていうと、一人一人の素肌に合わせて肌本来の美しさを引き出してくれる化粧液っていうものになっています。一人一人っていうところが結構ポイントになっていて、これ実は17種類 ME っていうのがあるんですよ。その17種類あるうちから今受けた測定の結果をもとに、あなたにはこれが合ってますよっていうのを選んでくれるものになっています。でも何を基準に選んでいるのっていうところだと思うんですけれども、ちょっと難しいことを言うと、先天的肌質と後天的肌状態、その人の個性を見極めて ME を決定しています。って感じかもしれないですけど、これの意味もうちょっと優しくすると、先天的肌質っていうのが生まれ持った自分の肌質のことです。まあ、ざっくり言うと乾燥肌とか、まあ、敏感肌とか脂性肌とか、そういう感じで一般的には言われているんですけど、それと後天的肌状態っていうのが紫外線とか、まあ、エアコンの乾燥だったり、普段の食生活、ストレス、あと年齢ですね、今まで過ごしてきた環境的な要因が自分の肌に与えている影響のことです。生まれ持った自分の肌質と外部から受けてきた影響、それを全て応用して今私にはこの ME が合ってるよっていう風に選んでくれたっていうイメージです。まあそんな感じで、とにかく何が言いたいかっていうと、たくさんあるものから自分に合ったものを選んでくれるよっていうことが言いたいです。じゃあこれどんな効果があるのっていうところに関しては、全部で本当にフルでラインが揃ってるんですけど、それまで使ってたスキンケアは一旦全部やめて本当にこれだけを使ってきたので、実践的に使ってご説明していきたいと思います。はい、ではちょっと移動します。はい、それでは今からメイク落としをしつつ、最後の保湿まで一緒にやっていきたいと思います。まず一つ目、クレンジングはこちらです。じゃん、クレンジングジェル EX を使っていきます。いろんなクレンジング試した中でも、私結構これはね上位に入るくらいのお気に入りです。手とか顔とかは一切濡らさず、このまま使っていきます。見えますかね、1回で使うのは10円玉の大きさくらいなんですけど、ちょっと多めに出してます。めちゃくちゃこれ弾力が
あるんですよ。結構こう厚みがあるようなジェル、だれない感じです。なのでこう肌の上にのせた時も手と肌の間にいい感じにクッションになってくれて、摩擦してる感がかなり少ないです。そこがね、本当に使い心地が良くって、私はかなりこれ好きですね。肌が動かないように表面だけを汚れ取ってってあげるようなイメージです。はい、で大体こうなじませれたら、あとはぬるま湯で流していきます。洗い流す時もこうゴシゴシゴシってやるとか、シャワーをこのままバーってぶっかけるとかじゃなくって、ちゃんとこう手にすくってパシャって優しくやってあげるといいと思います。はい、で洗い上がりなんですけど、アイメイクだったりこういう眉毛のメイクだったりとかもしっかり落ちてるんですけど、肌全体で突っ張る感じとかも少なくって、かなり使用感はいいです。で今のはクレンジングなので、次は洗顔いきます。クレンジングモイスチャーフォームで、使う量は1回でプッシュ2個分ぐらいです。手とかネック全部濡らしてで、こう泡立てていきます。こんな感じでこんもりとした泡が出来上がりました。軽めの泡というよりかは結構こういう感じで弾力感があって、これもね、またあの肌との間にクッションになってくれるような泡です。こすって泡を潰すというよりかは、もう本当に泡をのせて全体に広げて、すぐ私は洗い流すような感じで使っています。基本的にはこのまますぐ洗い流します。はい、ということで洗い流したので、これでクレンジングと洗顔まで終わりました。洗い終わった後は結構肌はさっぱりとしています。ではここからスキンケア入ります。まず使うのはこちら、ザ・タイム・アール・アクア化粧水です。結構前に一回使ってたことがあって、その時も使い切るくらい私的にはお気に入りのアイテムだったんですけど、あのまた今回に改めてちょっと使ってみました。こんな感じで結構本当に水みたいな感じの化粧水です。今回はね、コットンを使っていきます。コットンにこう出して、結構贅沢に出しちゃいます。で肌に優しくこうちょっと染み込ませてあげるように使います。でかなりね、保湿力もあって潤うんですけど、肌の表面はさらっと仕上がるというか、全然ベタベタはしないので、ちょっと潤い足りないなっていう時とかもいっぱい使えるのがすごく効いてます。でこのアクアなんですけど、私が過去に使ってた時からすごくなんか使用感はいいなっていうのは思っていて、ただなんで自分が気に入ってたかっていうところまではあんまり分かってなかったんですけど、今回そのいろいろちょっと調べたりとか、まあ、聞いたりして分かったことが、プラネキサム酸っていう成分とプリチルリチン酸っていう成分がキーとして入ってるんですけど、でこの2つの成分が肌荒れ防止に対して効果を発揮してくれるものになっています。なのでちょっとこうたくさん染み込ませたコットンにニキビできそうだなみたいなって思ったところに、対策じゃないですけど、こういう感じでコットンパックしてあげるのも効果的な使い方のうちの一つです。私は次のスキンケアに行く前にこれをやって、ちょっとしばらく過ごしてから外して次のスキンケア行くみたいな感じで使っています。次はいよいよこちらの出番です。最初の方にちょっとご説明した ME です。化粧液っていうアイテムになります。ただ化粧液って言っても結構聞き慣れない方が多いと思うんですけど、化粧水と乳液の両方の役割があるようなアイテムです。なので今回はアクア化粧水先に使ったんですけど、アクアなくてもその洗顔の後にこれ1個使っても一応スキンケアは完結できるっていうものになっています。私はね、アクアもすごく好きなので一緒に使ってるんですけど、ちょっと時間がない時とかは全然これだけで使っちゃって OK です。テクスチャーをお見せしますと、こんな感じ、本当に乳液に近いですかね、見た目としては。でこれはですね、コットンで塗ることが推奨されていて、ちょっと多いって思うかもしれないんですけど、3プッシュ使います。でこのまま肌に塗って、結構量を使ってるので撫でるように肌になじませていきます。手で塗るよりもコットンで塗った方がムラなく全体に塗れるっていうことが分かっているみたいです。ただどうしてもね、刺激というか摩擦が気になる方もいると思うので、特に敏感肌の方とか、そういう方は手を使って塗って、で肌の調子が良くなってきたなと思ったら、こういうのを使ったりとか、本当に自分のその肌と相談してどっちの塗り方でやるのかは決めていただければと思います。ただおすすめなのはコットンを使ってムラなく肌に広げる方法です。で最後はこういう感じでちょっと押さえてあげて肌全体になじませます。17個分かれている中で私にぴったりだったこの ME がどんなものなのかっていうと、エクストラシリーズの2番っていうものでした。でこのエクストラっていうシリーズが保湿効果と美白効果のあるシリーズになっています。紫外線気になる今の季節とかは本当にぴったりだし、潤い感はあるんですけど、ちゃんと肌に馴染んでベタベタはしないので、使用感よくで最近は使っています。はい、ということ
で、こんな感じで私の最近のイプサのスキンケアが完成しました。はい、ということで本日の動画は大人気のイプサのスキンケアを LINE 使いしてレビューという内容でした。ちなみになんですけれども、9月の11日金曜日から数量限定で ME キットっていうものが発売されます。あの17個の中から選べる ME が1つ、特製サイズっぽいんですけど、メイク落としとあと洗顔も選べて、プラスコットンがついてっていう4点のセットが特別に発売されるみたいなので、気になる方はね、こちら概要欄からチェックいただければと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。